文化放送から、生放送でお送りしております、田村敦淳のニュースクラブ。ここからは、ゲストコーナー、今週のすごい人、本日のゲストは、フリーアナウンサーの古舘伊知郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、すごい人なんて言われちゃうとね、大隈重信子でした。言わなきゃいけない。いやいや、まあ、それぐらいすごい人だと、僕は思ってますけども。<laughs> 古舘さん、<今 S 1> あの、僕、淳さんの方が、まあまあ、いいから、まあ、ちょっと滑り出しちょっと危険やみたいな。ちょっと <laughs> 全然、そんな意識ないですけども。 ゲストの方には自由に喋っていただくっていうのがねこの「ニュースクラブ」のモットーですからもうあの古舘さんがお好きなようにおしゃべりになっていただいて結構かなと思うんですがまずはあのプロフィールの紹介をねご存知の方多いと思いますが改めて古舘さんのプロフィールです。まさんお願いします、はいしすは 立教大学をご卒業後、はい、1977年テレビ朝日にアナウンサーとして入社「うん、古立節」と形容されたプロレス実況は絶大な人気を誇りフリーとなった後 F1 などでもムーブメントを巻き落とし巻き起こし実況イコールフルたちのイメージを確立されます、うん、一方3年連続で NHK 紅白歌合戦の司会を務めるなど司会者としても NHK と民放全局でレギ,レギュラー番組をお持ちになりました、うん、その後テレビ朝日報道ステーションで12年間キャスターを務め現在再び自由な喋り人として活躍 2019年には立教大学経済学部客員教授に就任そして今回お書きになった本 MC 論昭和レジェンドから令和新世代まで仕切り屋の本会がワニブックスから発売中ですちょっと若干正樹さん緊張されてますね、はい、失礼いたしました <laughs> でも正樹先生とはもう午後さまで水曜日そうなんですねてて今週もはいご一緒させていただきました、はい だからもうよく存じ上げてんですけど新鮮です違うところであると。そうですね。はい。いや僕も正樹さんがこんなに緊張されて原稿読むのは初めてです。そうですよね。もう硬いです。そうですね。じゃ申し訳あのもっと法律的なアングルもこのプロフィールに入れてほしかったんですよ。あの日大事業部に関わるとかわけのわからない。そこで自動販売機の利権も得るとかそういうのを入れとし。 持ってんですか？嘘嘘嘘。で全部嘘です。で僕の言ってることはほとんど嘘です。<laughs> <laughs> 僕ねもうオープニングからこれね拝聴しておりまして、はい、やっぱりこうロンドンブーツ一号二号ってちゃんとブランドを先に言うじゃないですか。はい、でその後差し入れの松崎先生のクリキントンの話入るじゃないですか。<laughs> そこから聞いてたんですか？はい、もうその心残り行く前に。はい ロンドンドブーツとクリキントンがロンドン郊外で出会ったら面白いじゃないですか <laughs> 絵柄が、はい、ややこのカーキ色した秋の味覚とロンドンブーツのユニオンジャックが、うん、もうそれだけでやられちゃいますね面白くて。<laughs> その色がじゃあ浮かんできたってことですかトークの中で、はい、でもう心残りの話聞いたら確かにそうだよなっていうふうに思うじゃないですか、うん、だから名残とかになると日の名残みたいで名残を引きずって生きて死んでいくのはいいなと思うけど心残りは少ない方がいいじゃないですか,、はい、だからそういう話をこうロンドンブーツからクリキントンから心残りっていうのでやられちゃうんです <laughs> 全然,全然ここにいる3人誰もそんな計算立ててないんですよ、うんさ。立ててなないいいからいいんでしょうねねるほど、ね う,ん,うん。でも僕は古田氏さんはもう僕が生まれた時からもう喋りの達人としてテレビ出てたんですけども、うん、いつから自分のこう喋りが他の人よりも立つっていう認識が生まれたんですか？立つっていう認識が生まれたのは4。5ぐらいで、ちょっとその気になったかな。えーえー、じゃ、それまではいや。もうそれまでは無我夢中なんです。あの、ちょっと人と違う。お喋りで目立ちたいとか。喋、はい でハイテンポで喋ってると気持ちが良くて、うん、アドレナリンどころかドーパミンも出る、はい、もう舌先の一人ねぶた祭りと呼んでたんですけど、うん、だんだん気持ちよくなるんですよ <laughs>、はい、でそういうわがままさとそれを喜んでくれるお客さんがいるんで嬉しいみたいな単純さでやってますでも四十五までの間にものすごく結果出されてるじゃないですか、うん、<laughs> その時には自分はおしゃべりがうまいっていう認識はなかったんあんまりないですねあのこう不安なんですね、はい、そもそも局のアナウンサー入ってから ね、キラ星のごとく売れたわけでもないし、うん、スポーツ実況を地味にやっていくうちでプロレスとの出会いの中から「うん、あ言葉の場外乱闘やってもいいんだよなこの世界は」とか「うん、これが野球中継じゃ無理だよな」とか、うん、そういうので怖わごやってますから全然自信が持てなくて不安がエネルギーでした。はい <laughs> へえこれは意外どどうですかアナウンサーのね大先輩古ルタさんを今感想言いたいところですけどあの丸が相当前から出てます次いかないよね急にいかないといけない時間が経った感じがしないですね古ルタマジックでここがうまいんですよあの質問はニュースクラブアットマーク JOKR ドットネットで今日はあの喋りの悩みということでねお待ちしております古ルタさんの質問もお待ちしておりますじゃリクエストが何しましょうか何しましょうフルさん僕あのラブサイケデリコのビューティフル ルルワールドお願いできたらと。この曲選んだ理由は。はい。あのギタリストの、あのラブサイケの直樹と大の仲良しで。あ、そうなんです彼小学生の段階から静岡で。はい、僕の放送席のプロレス、後ろの席を年に一回だけ親に取ってもらって、わがまま言って。実況付きで、その生の絵模様を見ていたという。ええー、もう古舘さんの実況の席の後ろじゃないと嫌だっつって。肉声聞いてくれてたんですよ。よへえー。はい すごい皆さんお聞きください <laughs> FM916 AM1134 ラジコでも聞けます文化放送田村敦のニュースクラブゲストフリーアナウンサーの古田千一郎さんとお送りしておりますはい、まあ地方まで一分半ぐらいなんですけど、はい、メールを紹介します横浜市南さんです古田千さんがこれまでの自分の実況で我ながらすごいなと自分でも驚いたお気に入りのフレーズなどはありますか あのフレーズはいっぱい出しすぎててちょっとね、うん、あの今急に思い浮かばないんですけど <laughs>、うん、あの生意気だけど気持ちいいなと思ったのはね F1 のモナコグランプリ、はい、陽光が指して。 向かって左手地中海海母なる海誰が決めたんだ母なる海って思いますけどね <laughs> そこで26台のマシンがスタート前ゆっくりと市街地コースを来てさあしんがりのグリッド26台目のマシンが位置したさあ後方のグリーンフラッグオールクリアーのサイン間もなくスタートだっつった時に、うん、私 ちょっとオナニーしてる、ね。る <laughs> 気持ちよすぎて。て <laughs> でも今それ聞いててもね、情景が浮かってくるから。すごいですね。<laughs> もうその条件自分が溶け込んでるっていうような、無双に陥るんですね。うんはい、それは気持ちよくても、おしゃべりの神様と取引しちゃった感じしました。うわおしゃべりの神様。<laughs> うん。 気いいだろうなそれをね誰かが聞いてるっていうものすごい人数の人が聞いてるわけですからねたまらなかったですあの時はだから本当お前一人上がりって言われちゃうんだけどそれは気持ちよかった原動力にはなりましたでも1分半少々って言われてるプレッシャーは感じたいや申し訳ないけどスタートがもう早口でしたから本当ありがとうございますさあこのあとは古舘逸郎さん人生を振り返りながら今このテレビ界どうなんだとか MC 論どうなんだとかいろんな話を伺っていきたい よろししくくお願いままますくます間もなく2時になにります田村淳の「ニュースクラブ今週のすごい人」今日はゲストにフリーアナウンサーの古舘一郎さんをお迎えしておりますがここからはですね古舘さんに今のテレビそして「報道ステーション」についてさらに今回お書きになった本「MC 論」 昭和レジェンドから令和新世代まで仕切り屋の本会についてお話を伺っていきたいと思いますがやっぱ「まあ報道ステーション」のね、はい、こうイメージめちゃめちゃあると思いますけどもこう12年間にわたって「報道選手やられてましたけども。はい 最初はその断ろうとやっぱり報道っていうのは向いてないだろうと思ってましたし、はい、報道以外のしゃべること全般を「トーキングブルース」含めてね、うん、エンターテイメント的なしゃべりが好きだったし、うん、無理だろうと思って「初めはちょっと無理」みたいなこと言ってたんですけど、はい、自分が年に1回やらせてもらってた「トーキングブルース」でしゃべり続けてる中で、うんはい、ちょっとジャーナルなアングルも入れていかないと。うん 人生のからくりについては喋れないよなとかニュースっていうのはある意味人の悲しみとかいっぱい詰まったものを伝えるわけじゃないですか、はい、うーんとか言ってるうちにコロッとやる気持ちに変わっちゃったんですね。 あのね帯であの時間帯こうまあ言ったら人生もうその12年間を「報道ステーション」に捧げるぐらいの気持ちじゃないとあそこできないと思うんですけど、はい、相当な覚悟でしょうしまた12年間ってこう俺たちは簡単に言うけどものすごい期間じゃないですか。 えと一周するぐらいな期間なわけですからはい、はい、そこの最初の覚悟はもう骨うずめるみたいな気持ちがあったんですかもう本当にそうですねうそうじゃないともうできないし、うん、あらゆる仕事を辞めて一本にかけるわけじゃないですか、うん、でましてフ古巣ですよねテレビ朝日って言ったら、うんね、アナウンサーとして雇ってくれたところだから、うん、そこで恩返しもしなきゃってのも正直あったしただ 49で始めて61でやめましたけれども49で4月の5日2004年の初めてやる時に第一声「こんばんは」も言わずに「すいませんキャスターじゃなくてこれからキャスターになっていきます」って言ったんですよ<ー>。やっぱりニュースを見る流儀お作法ってものがあるわけでじゃあやる側もちゃんと作法を守れよってのがあるわけでそれまでの結構自由に喋らせてもらう的な。 ものと全然一人の人が娯楽ものを楽しんでる時とニュースをチェックしてから寝ようと思って見てる時とっていうのは人が変わってますよね全然違うんですよ求め方が違うんですねテレビに対する、はい、厳しいです民法から刑法へって感じでした、うん、もう本当厳しいんですよだからすみませんキャスターじゃなくてまだこれからキャスターになってきます真剣に表明したつもりだったけど、うん、キャスターじゃないんだなやめろバカ野郎とものすごかったです抗議電話、えー、でも僕はなんか一回目の言葉としてはすごくこう謙遜してるけどでも 未来に明るるく提示するなんか「頑張ります」って気持ちのこぼった言葉に聞こえますけど、うん、うそうじゃないです、ね、ふうふに僕は思ってたんですけど僕の心のの片隅にどっっかか甘えがあったたもししれないないいと思いました、はい、その指摘をめった打ちされた時に「うん、なったんだからもうなったんだ」って言えっていう意味で言えば100%じゃなきゃいけなかったんだなっていうね。はい その時の滅多打ちっていうのは今は SNS とかあってこうネットの声がばっと飛んでくるじゃないですか、はい、12年前の,そのめった打ちはなんか電話がなんかんかメールと電話ですね特に電話のがまだ多かった時代で、はい、だから組織的な電話もあったかもしれないけど何百本も来るわけです毎日。うん でそれは必ずもともと久米さんがやってらっしゃったわけで広島が負けたら坊主にしたみたいなこともあったりして、うん、比較的なんか自由な空気も感じた番組の光景だったんですけどでもやっぱりこうだんだんネットの世界がひたひたと台頭してくるっていう時代の変わり目でもありましたし、うん、久米さんがやられた「ニュースショー」っていうね、うん、NHK はニュース報道番組、うん、それ以外民放も えー、スポットニュースとかちゃんとした報道ピュア100%しかなかった時代にニュースショーを初めて持ち込んだわけじゃないですか、うん、だからそれの自由さがまだ時代的に1980年代あたたりから守ら守れてたと思うんですよ、うんうん、もう僕の時代になったらそのいろんな問題が勃発するので、うんうん、非常に ちょっっとやっぱ放送行動も変わってましたから、うん、そんな自由にこう広島の悪口って坊主にするとかいうのがだんだんできなくなってきて誠実にニュースに向かうしかないっていうふうになってましたよねだからだんだんとなんか感じ始めるんですねテレビ業界のこう移り変わり今はもう特に僕も感じてますけども「うん、報道ステーション」やりながらの方があれなんか 世の中がこう変わってきてるぞ受け止め方が変わってきてるぞみたいなのはすごく強く感じています。そうですね。やっぱり東西冷戦っていう一つのね二極化も崩れて、うん、無極化多極化と言われて。うん それで、うん、思想的にも左も右もない、うん、ありますけども左も右もない、うん、中心軸がずれたとも言われてるわけで、うん、左っぽく言われてた人が今は右っぽいその逆もあるとか、うんうん、もう液状化現象ですよ <laughs> なるほどだからそのどこに立ち位置を持ってっていいかっていうのも苦慮したし、うん、もう反省介護前向きに頑張ろう明日っての連続でしたね<ー>僕だから勝手なんですけど淳さんもすごいなと思うのは。はい 僕はの「おしゃれ関係」っていう番組をね、はい、あの昔日テレでやらせてもらってる時に淳、うん、さん出てくれて。はい その時メインで話したね、街角の女性ナンパ術ですよ。<laughs> <laughs> 古谷さん、だからダメなんだ、あんた。目見る、目見て、向こうがどうそらしたかによって、あるでしょうみたいな。人身掌握術をナンパお作法で教わったんですよ。<laughs> でそう、でめっちゃ面白かったんです、それが実践に結びついてて。街角ジャーナリストとして、ね、で、それが徐々に徐々に今政治的な発言をされる。 <laughs> そしてそれがハマるゆったりと優しく一般の人に分かるように語るっていう風に変わっていくっていうのが僕なんか比較になんないぐらい素晴らしい成長ぶりだ僕はでもそれこそ,その政治に興味関心あるんで自分の言葉で伝えたいとは思うんですけど昔そんなチャラチャラしてたやつがこう政治なんか語るんじゃないっていうお叱りもまだ受けるんですよ。だけどあるやっぱりあります。 だけどさっき古舘さんが言ってた通り人間って成長していくんだから、うん、僕の成長する姿見てくださいっていう気持ちで喋ってますだから最初の「報道ステーション」の一言は僕どっかの番組で使いたいぐらいです<ー>今からそう変わっていきますからどうか温かく見守ってくださいそれでも矢が飛んでくることをきちんとその矢を受け止めるっていうこと、うんうん、なんかあそこが大切なんだなと思わしたよそれ えー、そうやってこうやって発展していく何らかのバトンがつながっていくっていうのはたまらない快感がありますよ。えー 古さんの,そのトーク技術とかそのトークライブ僕は見に行かせてもらいましたけどあんな客席で一人の男が喋ってることに客席が震え上がるとか笑う感動させられるこう驚,驚愕するってあんなショーを僕見たことなかったですもんいやでもねそれはそれでその反面もあってもう喋ることに特化してやっていこうとは思ってるけどその分人間としてのね人間味愛嬌とかね そういうものが損なわれていってしまうっていうか何かに特化するってことは歪むってことなんで、うんうん、何かが欠損していくんですよ、うん、でこれはもっと生まれた人間性だもっと人間性を磨けって言われ,れちゃえばそれまでなんですけど僕はあずさ見てて思うのはこれあの MC 論というのにも書かせてもらったけど、はい、本当にあの喋り出す前の1.5秒から2秒度の間のニコッと笑う微笑み 左か右その時の体調によって違うんだけど口角がががががと上上上ってから両方が上がり上がる <laughs> <laughs> この1.5秒ないしは2秒の 2>、はい、あの間がゆったりと喋り始めた時の優しさでくるんでいくってことの序章になってるあれは真似できないんですよね。へ ちょっと僕は自分のこと、そう客観的に見てないから、わかんないですけど。感じますか、それ。それ、んそれを読ませていただいてから、思い返すと、確かにそうなんです。やってます、俺。はい。やってますよ、ね。そう、やってらっしゃる。うん、そう、でも、指摘されるまで、気づかなかったぐらい、多分自然なことなんですよね、うん、おそらかてさあの、例えば、オープニングで心残りの話してる時にも。例えば。パッと飛んで。ちょっと。 なんていうのは身内の話してもなっていうのもありつつ、うん、その時配店舗になって「あ俺の母ちゃん去年の8月に他界しちゃったんだけどでもねその時に九州でロケした時のフルーツサンドを食べたい」って言って、うん、その時はもうゆったりになってるんですよね「うん、フルーツサンドを食べたい」って言ったから「それを早く持ってけかなかったのは心残りなんだけど」って言った時の「度が。 ハスキーになるんですよね。<laughs> え、すごい。これは僕はね、遠くない喘ぎ声と呼んでないます。<laughs> あの、これ歌にするとアイコの歌になりますね。はい、カブトムシとかね、<ー>ちょっと歌う喘ぎ声入ってませんか。揺れる部分ですね。揺れる部分。で、あのアの場合は語尾がかすれてハスキーになるんですよ。これラジオで聞いてるととってもこっちい,いですよね、えー。え、それは砂ちゃんは感じますか。 ハスキー、そのだんだんハスキーになるのは感じます。うん、ね、はい、あのずるいんですよ、初めからハスキーの人も色っぽいんですけども。うんうん、最後語尾だけハスキーになるから、ふっとこっちが、な、なんか肩透かしに合うっていうか。一瞬の喘ぎ声入ってくるんですよ。知って、ええ。来週からちょっと意識して喘ぎ声ってにやっちゃやるんですけど。本当こういうのはもう天性だなと思って。<laughs> うんいや、嬉しいです。僕は僕の自分にないものに対してはないもの出たりですごい感じる。 あうん、でもそのせっかく今お話出ましたからあ、はい、でもこれだけ聞きたかったんですあの、はい、番組「あの報道ステーションの」あの番組「駒場」する時の記者会見で、はい、ものすごく不自由な12年間でしたという、ね、メッセージ言葉があったと思うんですけど、はいはい、あれはやっぱりこう「報道ステーション」っていうものをしょうと自分が 100%と言いたいことを言えてるわけじゃないと。僕らは古田さんはこのニュース一つ取っても言いたいことをきちんと織り交ぜながら真実を伝えるっていう風に見てたんですけど、こういう言葉が出たのが僕は意外だったんです。あ、そうですか。はい、やっぱりあのさっき堀潤さんがね出てて、うん、でああいうようなね原発に関する僕が引き取る形で。うんうん やらしてもらったっていうのを聞いて思い出してね本当にこう込み上げるものがありましたやっぱり NHK の立場でできない堀さんに代わってやれないかなと思ったのも事実でやらしていただいたんでだからああの当時踏ん張ってたな俺もっていうふうにちょっと思いましたで感謝も出ましただけどなかなかね 一つの言葉を言うにしても誰かを傷つけますし僕は脱原発で原発を減らしていかなきゃいけないと思ってますけどもやっぱり原発関連でずっと働き続けている人たちの職を奪って平気でそういうこと言えんのかって言われた時に十分配慮しなきゃいけないしでも国のエネルギー政策は変わっていかなきゃいけないしもうどこまで行っても板挟みになるわけじゃないですか。 自分の中に鬼検事と人権弁護士がいるようなもんでわけがわからなかった、うんうん、もうそれで結構不自由っていうのは別に僕の技量が足りないんであって <Yeah. S 1> な何かに対してその言ってんじゃなくて自分の中で整理がつかなくなってきたんですねこれ言うとこっちの人傷つくこれ言うとまずいでも俺はこれ言いたいみたいなことの連続でしたからだから今なんかで言うと脱炭素っていうのが一大 目標であり世界中の SDGs、うん、そして企業がそれをスローガンにするんであり当然大事ですよ高枚な理想は掲げるのはでもそれは一大ビジネスでもあるわけじゃないですか、うん、電気自動車にすべてが変わり、ね、水素カーにべてが変わり、うん、蓄電池が発達してでも、うん、脱炭素っていう言葉が果たして長期的な理想としてはあるんだけど中長期の前の短期で あり得ますか、うん、低炭素を目指して地ならししていかなかったら脱炭素に行けるわけないのに、うん、2030年2050年カーボンニュートラル達成ってその長期ばっかり言ってると、うん、今石油含めて石炭含めて黙々やってる現状をどうしますっていうここの矛盾があるじゃないですか、うん、だからきれいと抜きで言ったらこうですよねってね言いたかったけど言えなかったですよね。うんへー でもそれは今はもう解放されてやっぱ自分の言葉で極力純度の高い古達さんの思いみたいなのは伝えられる、はい、ライブではガンガン言ってます、うん、だけどライブでガンガン言って聞いていただいてそのメディアで出せない自分のセコさも感じますああそ,そ,、ま、それは対応ということには捉えられないんですか<え>対応 出す場所っていうか、このま、もう出す場所を例えば堀さんも含めて安住、うん、さん含めて出す場所をもうちょっと賢く僕は考えるべきだなって反省して、<ー>だからあのやっぱり場所によって一つ同じことを言っても、うん、また取られ方解釈の仕方って全く変わってきますから、うん、言葉ってそういう生き物じゃないですか。だから場所をもっと選ばなきゃいけないんだなっていうふうに思うんですよ。 僕は脱炭素じゃなくて低炭素から始まらないと脱炭素なんて理想にいけないと思ってるし電気自動車1台作るのにどれだけ CO2 を出しますかダッシュボード1ついくらリサイクル使ってるっつっても石油由来のものがどれだけ使われてますかってじゃあそのねやっぱり電気自動車が動く電気エネルギーは本当に今自然再生エネルギーだけでできますかってことを考えると僕は煙黙々派に対して徹底的に脱炭素で儲かってる部分の収益なり税金という形なり予算を流動的にこっちへ持って できてうまくやらないとダメだなっていうことを本当感じるんですね、うん、で、それ感じたのがトークライブでも言ったことあるんですけどそれやっぱり感じたのが台所でゴキブリホイホイにゴキブリが入ってったんですよ、うん、で俺その時にものすごく長くヒット商品が生まれてるってこのゴキブリホイホイが電気自動車みたいに見えてきて、うん、このヒット商品何かって言ったら もしかしたらこれは僕は裏取ってませんよ、うん、もしかしたらこのゴキブリホイホイ作ってる会社がゴキブリの養殖してるかなと思ったんですよなるほど増し続けてずっと循環してるなと思った <laughs> うん、うん、だから僕はキッチンから温暖化を考えて、うん、よしだったら脱炭素は大事だけども、うん、低炭素でいくためにこっちの収益をこっちに循環させて、うん、CO2 出しながら低炭素で あとは CO2 埋設とか海底埋設とか地下埋設いろいろこれ問題あるんですよ副作用だけど今度は二酸化炭素から今度はエネルギーを生むとかそれから人工光合成っていう開発の研究開発もあるんでそういうことにものすごいお金を使って低炭素から脱炭素に持っていかない限り経済成長を胸としているこの世の中模様で急に脱炭素ができるわけないでしょだったら資本主義社会やめましょうよになっちゃうから。ということをゴキブリ方法から考えるとか言うためにはですねこの全 前半含めて30分ぐらいのバージョンはトークライブでしか言えないってことね今ものすごくは端折ってますからこれがダメだやっぱね短くしなきゃあのえっとアッさんのこと MC 論で短いってオープニングで怒ってましたけどあのあそう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 <え>短いごめんなさいあれは悪かったい,い,、ね、いやいやいやでも喋<だ>りもミサイルも短い方がいいん、ね、でできる本当に本当に。本当に でもこの本を出そうと思ったきっかけは何なんですかいやこういうの出さないかって企画が上がって僕の企画が落ちてこういうのをやった方が面白いって言われてあそうだ自分を前面に出すんじゃなくて自分が分析させたりいただいたり解釈させてもらったことを本当にもう昭和のテレビ黎明期から今までを総ざらしてみんなも 俺も司会を長屋でやらせてもらってて心残りないかなと思ってやる。うん、だから報道ステーション言われて、はい、だんだん本意したやりたくなったというのと同じでやらしてもらったんですね。<ー>はい、自分からではなかったです。でもこうやって MC 論みたいなことをこ語ってる古田氏さんが、はい、僕はすごく MC を目指している人間としてすごく羨ましいなと思いました。もうこの MC 論の本僕読んだときにあ。はい こうやっていろんな多角的にいろんな MC の人を見れたらこれもしかしたら古田氏さんってこのすべて持ってる人なんじゃないかなとも思ったんですよあでもねそれ嬉しいけど逆だと思うんですね<ー>自分がないからものすごくよだれを垂らしながら観察してる可能性があるんですよだからあのえっとね去年の十二月に収録って今年のお正月に出したのかな、はいえー、MX テレビで、はい、厚志さんの、はい、あのた、ー、い,い期待放題聞きた放題、はい 都議選、えっ、ー、と、都議会議員の人たちの。はい、討論会。討論会、もちろん選挙前だったらできないんだけど。うん、だいぶその手前の手前でやるっていう時に、あずさん司会の時ゲストコメンテーターでね。はい。ごごそわみたいに出させてもらった時に。うまいなと思ったんですよね。いやいやいや、もう。あ、まってこういうこと。ああいう時って、自分をだいぶ引っ込めるでしょう、はい。はい。なんであんなに引っ込められるんですか。 僕はそそれこ自自分に自信がないいってううのもあると思うんですよ、うん、あのプレイヤーとしてこうひな壇に立ってる時は自分のことだけ考えればいいんで、うん、こうバッと振り回して、はい、当たろうが当たる前がどうでもいいっていうスタンスでいけるんですけど、はい、MC の時にこう番組の制作者からこう依頼されてるわけじゃないですか、はい、うまくまくくとめてください、はい、ここをうまくまとめる時にさんまさんみたいに自分をバッと前に出しながら何かを形作るってことが僕はできない、はい もうとにかくゲストにいらっしゃった方にとにかく仕事をしてもらうためのこう段取りをするっていうところに僕は特化してるんですいやそれがこれからの MC 論としてははまってきますよね、えーいや。やっぱり MC のありようってどんどん変容するから、うん、さっき言ったように昔の自分と今の自分ってのはもう別人だって言ったじゃないですか、はい、全くそうで MC のあり方もそうなんで、うん、今みたいな僕はあの本当12月に収録させてもらった時にね、うんはい、あこういうふういうふうに。 無視の精神、私をなくす、って <laughs>、はい、引いといて、それでいて正月番組だから、羽織袴着てるんですよ <laughs> で。そこに存在感は置きながらも、<laughs> ぐーっと司会進行は引いて、<laughs> はい、時折ピーッと吹きする吹くんですよ。言ってみれば。<laughs> プールの関心です <laughs>、うん、気抜いてるようでして多分あの日体大の水泳部の学生さんとか、はい、気抜いてるようでピーッてこう見て子供とかすくったりするじゃないですか溺れそうな、うん、その感じなんですよ。ー抜いてるんじゃなくて見といて見といて、うん、見といて,といてピッ「はいもっと喋ってほら <laughs> 富川喋って」とかねで「古谷さんの言ってること聞いてないあんた」とか「<laughs> 僕は口数の少ない田原総一郎だと思いました」。<laughs> <laughs> ー田原さん自分出すじゃないですかジャーナリストだからああそうですねでそこから臭みを取ると淳さんになるんだと思ったんでうんだ今後コーナーに取り混ぜていろんな司会できますよね僕楽しみだと思ってるでもそれでいくと僕ちょっと悩みがあるんで、はい、二十さんに相談したいですけど、うん、あんまり引きすぎるとこの色が出てこなくなると思うんですよ、うん、だってそれは引いた状態での MC って、うん、まあ仕切り術があればできちゃうんで、うん、僕はやっぱり色をやっぱ自分なりに出したいなと思ってるんでその色はどういう色がいいですかっていう相談をしたい いや僕は硬い,い政治的なことをやるきには本当に僕が思っている政治のことってのポロポロってちょっと多めにポン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 と出せばいいし、うん、柔らかいバラエティーやる時だったらツッコミうまいんだからちょっとガッとこう昔取った絹塚的なツッコミを出せばいいし十分色は出せると思うし僕はビジュアルですでにねもうね このね淳さんの僕髪の毛の色にずっと注目してるんですけど <laughs> 金髪の人結構いるし、はい、アンディ・ウォーホルみたいな銀髪の人いるし、うん、白髪の極み柴良太郎みたいな人もいるけれども、はい、この色はそのクリキントン色とも言えない何、うん、とも言えない <laughs> ブルネットの変形緑ちょい入りみたいな、はい、この色とこのボストン型の眼鏡と今日みたいな無彩色真っ白な T シャツだけで、はい、十分色出しできてますもんね。 ビジュアルの場合は <laughs> すげえ言語化がすごくないですか <laughs> でも本当に微妙な色合いで統一してませんもっと派手な眼鏡もっとか髪の毛の色もっと T シャツの派手さっていう人が僕は司会でも芸人さんでも多いと思うんだけど淳<ー>さんはいつも「俺ってつ強く色出しする芸人じゃないからね」っていうのが15年ぐらい前からある感じがして、はい、もうすでに MC になりつつある感じです ねえ、うん、いや、よかった。自分をこういかに引き算みたいなことは取り組んでるんで。うん、で、足し算ができないから引き算してるんですけど、そこを見てくれてる人が。一人でもいてくれるってことに僕は救われてますね。ね僕ね、できないんじゃなくて、やっぱ引き算の方が好きで、そういうふうになってったような気がするんですよ。い、うん、や、だって、や、できるできないなんていうのは、やってみなきゃわかんないじゃないですか。う,うん、できないんじゃなく、うん、それより、俺、こっちの方が好きだなっていうような。うん なんか自分のこう嗅覚があったような気がするんですよねでもこっちで行きたいとかこうしてる自分が好きっていうのはあるかもしれないですね僕だからあの宮迫さんをめぐるいろんな解釈のところでも、はい、YouTube 的なものをずっと拝見してて YouTube も見ていただいてるんですかすあのさっきの2秒間の間と、はい、ちょっと喋り出す前に笑うっていう行為と今言ったビジュアル付きで淡々と語られると 本当に説得力あります。<ー>ゆったりとした気持ちで聞けます。ギスギスしないから。うん、で、そうすると、僕はハイテンポで喋るじゃないですか。うん、こんないい年で六十七になろうとして、まだハイテンポで喋ってる。うん、最後、自分が落ち込みますよ。そうなんです、ねうん、しっとりと喋ってくれるから。<ー>料亭の奥座敷の獅子おどしを聞いてる。みたいな。 その感じが、ないですか。あるでしょこの番組でも。<laughs> すごい、めちゃめちゃ美味しいんだけど、<laughs> ゲストにお招きしといて。そうですね。うん、いや、でも、僕引き算が苦手なんですよ。だから、どうしても間を埋めるために、今必死でしようとして言いましたからね。うん、そうなんですか。もう、まだ、まだ怖いんですよ、いい年して。 へもうそれこそで,でもスピード感は確かにその古達さんのしゃべりのスピード感っていうのはもう本当喋しゃべりのこうプロだっていう感じはしますけどなんか聞き逃してない感じがすするんででよあそうですか全部速いのに全部聞こえてくるっていうのが。うん 僕は古ルさんの凄さだと思います。いやもうそれじゃ安心して足し算でいきますわ。そうですね、もうどん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 足しまくってほしいですよ。もうこうなったらあの年齢でこの喋りのスピードなんだっていう古ルさん見たいです。いやもう交代唱ということで。交代唱ですね。インドとパキスタンでダメな感じっていう全然いいですよね。歪みは必要ないから。そうですね。歪みは必要ない。いろいろと僕の勉強させていただきたいです。で今日喋りの悩みというメールもいただいておりましてこちら宇都宮。 宮のセ古田さんに聞くのは非常に贅沢なというか、はい、質問なんですけど年末に大学の同じサークルだった男友達の結婚式の司会を任されてしまいました、うん、どんなことに気をつければいいのかぜひぜひ古舘さんにご教授願えればと思いますとあ。これはいいですか、はい、あのさっき 正木先生が僕のプロフィールを読んでくれた時に古谷さんアナウンサーだから緊張するって噛んだって話あったじゃないですか、はい、ちょっとそれと似ててあのこの人は絶対楽になった方がいいんですよセロリさんはね。うんうん、でもう列席した方々も絶対楽になりたいんですよ。うん、やっっっぱりコロナが一旦収まってているる中ででた時の楽しみ方ってあるじゃないですか、うん、だからそのためにはこの悩みを冒頭で言うべきですよね。お,<ー>お集まりの皆様方 大変拙いいでございますと「昨日それでも自我が強いんで水割りでも飲みながら今日の構想を練りました1杯2杯3杯だんだんいい気持ちで寝てしまいましたダメかもしれません」っつって <laughs> まず自分も楽にして期待値をご参加くださいました皆さんのもう期待値をバカバカ下げて、うん、そこから始めると自分も楽になれるというのが一個。はやりながら 新郎か新婦のお友達っていう前提で落体ついたりして、うん、司会から逸脱してていくって言うと受けますよねうん、うん、司会披露宴の司会ってのはいまだに5倍借人も立てなくなったもうケーキの入党があるのかどうかもわからないみたいに、うん、だんだんカジュアル化してるとはいえやっぱり式典ですから過食の点だからうん、うん、どうしてもどっかどっかみんなかしこまるわけですよ。うんうん、で司会者がが脱線すすするるのを喜びます僕なんかかはだから娘が結婚する時に、はい 父親側の席でいることが耐えられないんです恥ずかしくて、うん、感動して泣いちゃう自分も嫌だし恥ずかしいし、うん、司会やったんですよ頼むで娘すっごい嫌がったんだけど <laughs>、うん、頼むからやらしくですってくれ僕もそれ理想ですやりたいです嫌でしょ席に座ってるが座ってんのはなんか恥ずかしいっていうかはい だからもうやらしてもらったんです。うわ、どうでした。いや、楽でした。<laughs> うわ。でもそれは贅沢だけど、娘さんの気持ちとしてはどうなんですかね？嫌だったと思います。<laughs> やっぱり今日皆様方に承認を得まして、うん、古臭い言い方になりますが、2人は今日このホテルにお泊まりになるそうでございます。って、今更ね <laughs> とか言っちゃうから。<laughs> やっぱりそれは嫌がります、ね、申し訳なかったとでも最後は花束贈呈とかそういう時に新郎は新婦のお母様へそしてクラシカルではありますがその逆もあってとかってやるじゃないですか、うん、花束贈呈さあいよいよ新郎新婦の のごご家族からの代表謝辞でございます新郎のお父様よりのご挨拶と言いながら司会を兼ねている私はゆっくりと金屏部の前に近づきまして花束を贈呈した私の家内の虎に今位置したところでありますお父様どうぞとかやるから <laughs> うわですごいだからなんかこう受けたりして、うん、でほっとしたりして泣かないで済んだりして <laughs> でもなな泣かなかったですか 僕今の話聞きながら泣きそうになってましたけど。あ、そうですか。僕は泣かないで済んだんですよ。ええ。で、娘にどうだったとか言って、自分の受けに走ってるの最後聞いたら、しょうがないよって言われて。もう諦めてくれるしょう。しょうがないよ。ね、っていうのは、もう一番の愛のある言葉だと思います。あ、そうですかね。だからな許されたのかなとちょっと思いましたよね。それは嬉しかったと思いますよ。だから、せんりょさん、まず期待値を下げることが大事。はい。 すごいアドバイスいただきます。いやい、いやもう、あっという間の。いや、救われたな。俺救われましたよ。救われましたか。いや、もう、僕なんかね、台所でゴキブリ一匹見つけたらね、三百匹いると思うと同じで。僕みたいに思ってる人がいっぱい,いんね、あっしゃの。えー、もう、これだけは今日言いたかった。あっさんの、あの店舗と、あの間合いがどれだけ。 説得力を持って人に入ってくるかっての僕は痛感してますよ。いつも聞いてるリスナーからそんな言葉いただいたことないですからね。あの俺みたいにおしゃべりじゃないだけですよ。そうですか。はい。中で思ってくれてるって。思ってますよ。絶対思ってますよ。いや、素敵な時間が過ごせました。ありがとうございます。お二人様。ありがとうございます。最後ね、今度の本の紹介をもう一度。はい。え、古舘伊知郎さんがお書きになった本、MC 論昭和レジェンドから令和新世代まで。仕切り屋の本会はワニブックス。 から発売中です厚石さんのことは二、はい、秒笑って黙る間の達人と書いてありますぜひ僕のところも読んでください、はい、では最後にリクエスト曲いただいてお別れですが何にしましょうかはい、桑田佳祐さんの金目鯛の煮付けをお願いいたします これ選んだ理由ははいこれ時折聞いてなんか六十五超えてきますとそうと入ってくる太田なんです染る染み渡るんですよまたちょっとお時間がねありましたらぜひ古田さんぜひリスでお越しいただければはいもう本当に駆けつけますいやありがとうございますまたねあのテンポどん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 上がっていく古田さん僕はあの見てたい明日名古屋でちょっとトーキングブルスやりますのでそうなんですね頑張りますまさきさん行かれるんですかえ私は だってもう今度見てください <laughs> 今度見てくださいということでフリーアナウンサー古田千一郎さんでしたありがとうございました東京浜の町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマはこちら喋りの悩み いやーリスナーさんからのメールをご紹介していきますけど今日ね、はい、ぜひあのもも皆さん見てもらいたいたでですすねねそう過去のゲストの中でこれほど YouTube のカメラを見て喋った方はいなかったです古田さんみたいにあ見てましたちょこちょこへ<ー>淳さんの顔を見て正樹さんの顔を見て、はい、僕の顔を見てカメラを見てっていう<あ>このずっとローテーションをカメラ見てらっしゃいましたすっか俺ね時間を見てるなと思ってたのよ 違うカメラ見てらっしゃるへある種リスナーさんの顔を見ながらっていうことですよねすごい俺も自然とね基本的に我々はラジオやってますからラジオをカメラで撮ってもらってるよっていう認識でしたけど古舘さんカメラをそうなのかそうか時間見る時はこっちの逆サイド見るもんねでその姿もかっこよかったですよね分秒時時の報前に 一分三十秒で収めてくださいという時のモナコグランプリの情景を喋りながら時計見ながら間回り計りながらきっちりと落とすっていう、ね、そうバケモンだよね <laughs> <laughs> トークのバケモンじいっと見ちゃいました今日私ここでさあえー、皆さんから悩みをご紹介していきましょうえー、千葉市良介さんです。 男女の合コンなどの感じをやることがあるんですが僕がやると全く盛り上がりません淳、うん、さんどうすれば男女が仲良くなるのでしょうかなるほどなうんと僕が合コン大前世紀の時にこう気をつけてたのは、うん、こう場の仕切る時にはもう誰も狙ってないです。なんか 誰か女の子を狙いながら司会するともう全然もう盛り上がらないですよだって自分が落としたい女の子のことばっかり考えるからでもこの場を盛り上げたことで是非ともあの出席してる女性の皆さん私の評価をしてくださいっていう気持ちでやってたんですよだから誰を狙ってるわけじゃないけど最終的には今日の「 こう合コンの女性みんな,なんかいさんのこの仕切りだったから私たち出会えたよねみたいなふうに思い出作りをするように私は合コン仕切ってました MC だかで僕の MC の本当基礎はもう合コンなので, <laughs> で合コンでだから僕はこうなんていうんですかそのカップルになったことがないんですよだから後日です 後日2人きりになってデートとかっていうのはありましたけどその場でなんか連絡先交換とか僕はもうなかったですね<ー>もう徹底するって決めてたんです職人だ、ね、だから呼ばれるんですよその先輩に「淳 <laughs> <ー>合コン仕切ってくんない」女の子連れていくこともなくも,もう行って仕切ってくださいとへ<ー>でめ終わる時めちゃめちゃ早いですからねこれ誰も求め合ってない女子もなんか男子に対してすごい不信感がある男子も女子に不信感がある。 俺もう15分で合コン終わらせますから <laughs> その時は本当に続けたいですかって続けたいっていう人だけ箸をこう縦にしてくださいで続けたくないっていう人は箸を横のままにしてくださいって言った時に箸が横なのが過半数を超えたらもうそのまま合コンもう畳んじゃうんですよ。 でそこから、それだったら先輩の皆さん私、今から街に出かけてきますから、えー、皆さんの名前使わせていただいてこの方々と合コンしたい人集まれっていう声がけしてきていいですかってて女の子を集めてることがありましたねいやそれが先ほど古田さんがおっしゃってた術のところですね,そうで,すねできる後輩できる後輩だと思います,すいうんだからもうこれぐらいのことやれって言われたらできないでしょうけどもうやっぱ自我を捨てることですよ合コンで盛り上げたいのうん、ねうん ぜひ捨ててください。周りのために動くなるほど。なるほど、そうじゃ、是非はい。じゃ、続いて埼玉市こたつみかんさんです。会社で会議の進行を任されるのですが、シ、うん、ーンとしてしまってアイデアもあまり引き出せません。うん、会議の場所を温めて、池が意見がどんどん出てくる場にするにはどんなことを心がければよいのでしょうか？うん これよく僕も今オンラインサロンとかそ,のそれこそ大学生と一緒に一緒のワークショップとかってやってる時に、うん、じゃあみ,みんなで今から意見出し合いましょうっつった時に、まあ、みんな言わないじゃないですか。うん、でさっき古達さんも言ってましたけどもハードルどどどどんどんんどんん下げていくんですよ今頭の中に浮かんだやつあるでしょだけどそれを言うことって恥ずかしいでしょだけど今日それを許容しますからみんなで受け止めますから今頭に浮かんだの言ってください。 って言うとポロポロポロって喋り始めて「あなんだこういうのでいいんだ」っつって会議がこう活性化していく今日の心残りもそうで、ね、今日そうま,まさにそれきましたそ,まそのパスが、ねはい、うそうそう、はい、だから重く捉えてたけど「いいんです、はい、今頭の中に浮かんでるよ」っつって言ってくださいって言ったら、はい、やっぱ何かしら人間こう考えてるんでもうくだらなくてもなんだったらこの話じゃないこと「あ遺書」っていうキーワードでこんなこと考えちゃいましたぐらいでいいからとりあえず喋ってくださいっていう。うんうん

会議で発表しているときに相手の顔が見えない状態だとどんな反応をしているのかわからず達成感が得られないんですが厚井さんは相手が見えないときに話すときにどのような気持ちで望んでいるでしょうか顔の見えない相手に対して映像がないってこと、うん、あでもやっぱりリアクションはしてほしいじゃない、うん、で今オンラインサロンで顔出しの人 生徒さんあ顔出しのサロンメンバーもいれば顔を出してない人もいるんですよだけどここのこう共通認識としては今この議題についてどう思うっていうことの,その表情だけじゃ受け取れない何かを一つにするための方法がいるじゃないですか、うん、でもオンライン上で行くと俺やっぱね「チャットが一番なんだとはいかいいえ」で答えてくださいっていう,うん、うん、これよく対応してます。 今僕が言った意見賛成だったらはいあの反対だったらいいえとにかくチャットに書き込んでくださいって言うとみんなやるんですよ。うん、でこのはいいい「はいいいえはいいいえ」みたいなのがチャットの中でバーって流れてきてるとあこんだけこう人が聞いてくれててっていうのを俺がが感感じじじるるるんんゃなくて見て見参加者が感じるんですそうなってくるとあなんだここって今生きてるこう言論の場なんだっていうのを認識するんでチャットを駆使した方がいいですね。しかも あの長く書かせるんじゃなくて短い言葉でこれオンラインサロンメンバー聞いてたらまた あつしあの手段使っとるやんになるやん。<laughs> オンラインサロン上でやりたかったのよこのテクニックいやでも確かにチャットが動いてると、うん、なんかその会議が動いてる感じは確かにするんですよねそう,ね、うん、そうガラガラガラガーってこう目まぐるしかはいかい,いえなんてバーって出てくる、ね、確かにうん。うん、いや勉強になりますあんまり出したくないやつだったな、ね、今喋りながら思ったけど <laughs> ありがとうございます ととりあえず以上ということになりましたいやでもいました今回はもう本当古舘さんに来ていただいて私はなんか救われた気持ちです MC ってやっぱ楽しいなっていうふうにね、うん、感じさせていただいたんでまあこれでいいんだと思われた部分もね、うん、たくさんあ思いますしね、うん、なんか背中を押してくれた感じでしたよね、うん、いやだいぶ押されましたよ、うん、ちょっとハスキーの出し方がちょっとかん <laughs> <laughs> わざと出したらちょっとまたそれは違うんじゃないですかねわざと出し始めた時は言ってください <laughs> <そ>語尾のハスキーが強いってい自然とハスキーなのはあ,あいい声だってってました <laughs> さあ次の部活以上になります東京都小平市ラジオネームゆうじろさん61歳、男性の方からいただきました近所に有名な食べ放題の焼肉屋さんがあるのですが営業時間が短縮されていることもあり特に土日なんかは駐車場を探す車が家の近くをうろついているのを見る機会が増えましたそこで私は家の前にある車数台分のスペースを駐車場として個人的に人に貸してあげようと考えました。 近隣のコインパーキングよりも安い値段にしていることもあって止めに来る車もちらほら現れたのですがふと心配になりました駐車場には営業許可の申請が必要だという噂を聞いたのですそもそも申請が必要だなんて知らなかったのですが私の敷地内なのに貸し出す行為は違法となるのでしょうかあれ貸し出していいんじゃないかな軒先っていう自分の軒先を登録しておいて駐車場にできるっていうのがあるから。 先生必要じゃないんじゃないかな。なんか最近できそうだね、ね感じもしますけどね。必要ない。どうなんでしょう。 はい、今回はお手続きは必要ないと思います<ー>、はい、基本的に自分の所有物を貸し出すことは、まあ、賃貸借契約という契約なんですけれどもこれは自由にできますただ駐車場の場合一部例外がありましてその営業時間中に不特定多数の方が出入りをするものでかなり広い500平方メートル以上の広さがあるものでお金を取るものこういう場合には、えー、都道府県知事に届け出をしなければいけないという制限がありますただ今回はその家のの前にある車数台分ススペース ことでまあ五百平米はないだろうと思いますので、今回は何も手続きなく貸し出すことをしても大丈夫とお金取っていいんですね。大丈夫です。大丈夫です。ああそうなんだ。はい。これは知らないとわかんないね。そうですね。そこまで大規模になると、はい。評価されると。届け出ですね。はい。必要になりますのでご注意ください。へえ。ということでご安心ください。はい。さあこのコーナー悩めるあなたからのメールファックスを受付中です。以上今週の悩める人でした。 田村敦史のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週はエコノミストの蔡増美さんと気象学者の江森聖太さんをお迎えして豪雨に巨大台風異常気象地球温暖化の対策身の回りの環境問題を一緒に考えていきたいと思います、はいえー、ツイッターたくさんありがとうございます大イですレペゼン熊本古達さんってもはやおしゃべりの変態だな <laughs> 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 なるほどね。えー、こちらアリデンさん、厚井さん、ロンハーでのメールの返信とか天才的だったもんな。うん、まず間違いない。あ,あとバック太郎さん、自我を捨てるとか、ほとんど仏の教えだね。<laughs> <laughs> <laughs> まあでもね、もう字画を捨てた方がいいです。ターさん古谷一郎さん、おっしゃる通りです。うは安しだけど、そこに向かうためのプロセスをどうするのか具体的に掘り下げることすごく大事。うん 急に脱酸素はって話ですよね、うん、低炭素を経てじゃないといけないんじゃないかというお話の流れですよね,ね。点がつながっていってゴールになるわけですからね、うん、いや古さん、本当、隙のないね、トーク技術、いかがでした、ま、さ,きさんすごいスピード感でしたけど、やっぱり淳さんの作り出す空気感と古さんの作り出す空気感が全然違うなって、ねうんうん、やっぱこの場で感じました、うん、あそうでですかはい贅沢でした。 良かったですなんか MC によってねやっぱ色があるんだなっていうのをなんかこう教えていただいたとか、うん、自分認識させてもらったのです,すごいよ,よかったです。どうですかちゃんは大先輩の大先輩ですけど <laughs> こう話を振られるたに僕毎回固まってましたそうですね」しか言えないほぼ「そうですね」しか言えなか <laughs> したね、<laughs> アナウンサーのね、うん、この最高峰トーク技術持ってんだもんね。<laughs> そうですよ <laughs> だよねって言われて「そうですね」って言われて。 ただ忖度してるだけみたいに聞こえましたけど本心からそう思ってましたさあ、えー、今週はここまでですがいつもですねこの後親父パッションって言ってたんですけども今日で最後にします、うん、っていうのも、うん、こうネット局が増えててその文化放送では親父パッションがこの後始まるんですけども、はいはい、そうじゃない曲があるということでちょっとあんまり言わないでほしいって言われたんで <laughs> すいませんあの親父パッションのチームの皆さん今日が最後になります。<laughs> えー、ということで心を込めてね、はい、お伝えしたいと思います、はいえー。文化放送ではこの後は親父パッション,ションまた来週です。